どうも皆さん、お待たせいたしました、太一でございます。さて、またやってまいりました。この企画、深夜のコンビニでうまいもの買ってきちゃった。今回に関しては僕ちょっと夜ご飯も食べてないんですよ。今から作るのもめんどくさいから買ってきました。ちょ、今フィルター外しちゃったんだけどたぬきうどんでございます。そんじゃいただきたいと思います。うん、あーうまい、久しぶりに食った。これこれこれよ、これ。うん、もちろん量下げるんだ。今その和室で弟が寝ております。他にもね、新発売の商品があったので買ってまいりました。厚切りハムカツ、卵なんちゃら、卵サラダ。ハムカツ大好き。もう開けた瞬間卵の匂いがすごいよ。なんか甘そう。うん、うまい、うまいね。これハムカツがまたこれ噛み応え抜群です。俺も最後の一口いただきます。うん、うん、おにぎりコーナーにもね、新しい商品があったので買ってまいりました。それこちら、チャーシューわさびマヨネーズということで、いただきます。うん、うん、さほどね、わさびの味はしないかな。ツーンってくる辛さもありませんし、それともう一つこちら、僕がね結構好きなんですよ、このパン。タルタルフィッシュコッペということで、いただきます。うん、この魚の味と酸味のあるタルタルソース、この味がうまいんだよね。だから俺マックでもハンバーガーよりかはあのフィレオフィッシュとか、エビフィレオとか、そっち系頼むのが多いね。そっちの味が好きなんだよ俺。これもね、ほんとフィレオフィッシュとそのまんまや、味が。うん、じゃあ最後一口、ちょっとでっかいんですけど、いただきます。ごちそうさまでした。うまかったです、うまかったです。最後に言うのであれば、夜食っていうレベルじゃねえぞ。もう骨売るってレベルじゃねえぞ。もう骨売るってレベルじゃねえぞ。